指向性ないやつでしょ。あ、そうです、ね、こんなでもいいんでしょ、うん、大丈夫です、うんうん、あ、じゃあジャストザツオボスやります。お、やりますか。あ、いいですね。でも絶対サックスがかっこよ よすぎて俺の歌がじゃあそれは絶対ないです。じゃあわざとなんかふにゃって吹きます。いや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 、マサさんのでもわかんないな。いや、まあ、普通のシーンだなんてやるかどうかわかんないですけど、でもまあ大丈夫ですよね。いやいや、もうすぐですよ。あと50秒、とりあえず8分ぐらいはその場で2人で喋っておきますね。徐々に。はい。絡んでる。ロッコンミュージックの第2週目を担当している空間日和さんが5月の22日にワンマンライブをするということで、なんかツイッターとか、まあメールアドレスとかで当日演奏曲のリクエストお待ちしてますだそうです。これはだから空間日和の楽曲の中からはもちろんいいとして、それ以外でもだからそこなんですよ。僕これ見たときに一人土なりのこの曲やってとか言ったらやってくれるのかね。空間日和のそれはさすがに無茶ぶりですかね。いやでもこんだけ大々的にリクエストお待ちしてますっていうことはあり得るかもしれないですよ、ね、はい、これぜひちょっと空間日和に問い合わせてみたいと思います。はい、一人土なりのロッコミュージック。おい、今日は一人土なりとサックス吹きのジョジョです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。先週末オッドランド2無事開催されて、はい、ね、天気も最後までちょっと持ちました ね土日ともすごい天気良くて、でちょっと最後は雨がちょっとパラついてて、うん、バラシとかはね、うんうんうん、結構豪雨の中皆さん頑張ってましたけれども、はい、はい、無事終わって、うん、もうねめっちゃ楽しすぎて、うん、僕まあ、去年は行けなくて今年初参加だったんですけど、うん、もう会場あんなに歩き回れると思わず、うん、あの体力的に、うんうんうん、ジョジョはいろんなとこで見たんですけどいろんなとこでサックス吹いてたね。なんかいろんな人たちの前でなんか結果いろんなとこで吹きました ねでいろんな人たちに今度来たらよろしくねみたいな。ね、それも CD ももらったりとかして、あ、ね、よろしくお願いしますって言ったんですけど、どんどんサポート仕事が増えていくというこの、もうそうなってくれたらありがたいですけど、はい、それ以上にびっくりしたのが、うん、今日だったかな、鏡見たらおでこのところ皮むけてました。あ、日焼けで。はい、でも日焼けしたよね、あの2日間は。しましたね。僕あの土曜日はちょっと仕事で行けなくて、はい、うん、日曜日だけちょっと参加だったんですけど、はいはい、天気良かったですからね。もう完全な快晴で、うん、僕実は土曜日はサングラスして歩いてたんですよ。あ、そうなの。そのぐらい結構太陽しっかり出てて、うん、もうジョジョがサングラスかけたら全くもう日本人には見えないので格好も結構ちょっとあの日本人っぽくない、そうしてたんで、うん、多分喋るまでは外国人だと思われてただろうなと思いながら、もう数年前のレニー・クラビッツみたいな感じでしょ。だからそんな感じです。ちょっとジョジョさん、はい、いやいやいや、ね、でもオッドランド2今回あの、うん、ステージも増えてて、はいはい、EDM の、まあ、うん、ステージがあったり、はい、あとこの赤土クルーさんたちの、はい、ね、なんかだからこのダンスミュージック、うん、もちろんバンドとダンスミュージックとやっぱり見応えありましたね。ねえ、もうあのこれがフェスだなって本当に思いまして、うん、好きなところ時に好きなところ行って、あれをやっぱ無料でやったっていうのがやっぱり、うん、チャンネル6ゆうくん素晴らしかったですね、うん、で最後の挨拶、まあ、実行委員のハイナくんが、はい、
なんかかっこよくビシッと決めて、うん、でじゃあボスのゆうくんにもちょっと喋ってもらいましょうとゆうくん出てきて、はいはい、皆さんぜひバラシも手伝って帰ってくださいってこの DIY っぽい、それが全てを表してますね。でまあ終演した後、はい、僕フラフラしてたらゆうくんが実際にこの自分でゴミ袋持ってゴミ拾ってたんですよ、はいはい、でもなんか手伝うことあるってから、じゃあ、うん、ちょっとこっちお願いしていいですかってから、はい、僕も雨の中ちょっと手伝って、はいはい、やっぱあんだけね無料で大きなのを開催してくれたってもうリスペクトもあるので、うん、年下ですけどゆうくんはなんかで朝の6時ぐらいまでゆうくんやってたみたいです。素晴らしい、もうさすがですよ。いや素晴らしい、実行委員長でもありもう雑用係って自分で言ってたけど、うん、やっぱね音楽に対する思いとか、うん、やバンドマンに対する思いとかね、はい、でゆうくんがやってるアルカシルカってバンドの音楽もすごくいいのでね、うん、まあ、この番組でも流したことありますけれどもね、はい、またこの今後ともね、はい、ゆうくんちょっとどんどん応援していきたいと思います。はい、一人しなりのロックオンミュージック、この番組は毎回ゲストを招いて音楽についてお話を伺っちゃおうという音楽情報番組です。皆さんからのメッセージ待っております。はい、今夜のゲストはもう、うん、ユーストリームとツイキャスで見てる方は、はい、その有志が映っております。はい、見てると思いますけれども正一幸さんが来ておりますので、はいはい、僕が大好きな尊敬する先輩ミュージシャンが来てくれております。うん、メールアドレスはこちら、797@fmginowan.com までお送りください。懸命に一人シナリオ宛てと添えて送ってください。はい、はい、ユーストリームとツイキャスでも動画配信してますのでそちらでのメッセージもお待ちしてます。はい、ありがとうございます。はい、で、今日の1曲目なんですけれども、はい、そのオッドランド2で4枚コンピレーションの CD を売っておりましたね。はいはい、で僕はあの緑版を手に入れたんですけれども、はい、まあ、ラスティック音楽だったりワールドミュージックっぽい曲がいっぱい入ってる中 で、うんうん、で沖縄のこのワラバーズというバンドの曲が入ってて、はいはい、でそのワラバーズの CD も先行販売というかね4月24日に本当は発売するらしいんですけど、うん、はいはい、なんかメンバーが手売りで売ってたのでそれも購入してすごく良かったので流したいと思います。はい、今日のオープニングテーマ、あ、オープニングナンバーです。ワラバーズで暇つぶし。
ーズで暇つぶし。一人土なりのロックオンミュージック。一人土なりのロックオンミュージック、本日のゲストは正一撃さん、いらっしゃいます。はい、よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいました。お願いします、はい。マサさんといえば、はい、まあ、地獄車のメンバーでもあり、うん、現在はもう鉄かぶとで、はい、絶賛音楽中ということで。そうでございます、はい、うん、はい、緊張してるの大丈夫大丈夫です、うん、リラックスしてください、ね、ありがとうございます、はい、マサさんの番組来たみたいになりましたけどごめんなさい、はい、でマサさんが今日来てくれたのは、うん、はい、もちろん、まあ、鉄かぶとと、まあ、地獄車の、うん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 、バンドの話も聞きたいんですけれども、はい、来週末に行われる、はい、うん、陽新館合気道流沖縄、うんうん、10周年記念演舞会、うん、資金造成のためのイベント、はい、合気音楽祭を、そうです、合気音楽祭祭り、はい、祭りです、うん、お、これはマサさんが先頭に立って、なんか一応私がイベントを仕切ってるんですけど、あんまり何もしてないっていういやいやうん、そう、お声かけてもらって、うん、そうなんです、ね、またなんで僕だったんですか。うーん、仲がいいから嬉しい声ですね、うん、嬉しいです、うんうん、まあ、好きだからね。久しぶりですよね、でも一緒にこう同じに、うん、もしかしたらね2年ぶりぐらいじゃないですか。そうですよね、うん、最後いつだったんだろう、プチカフェかな。そうそう、それですよ、そうだ、うん、でマサさんはまたお客さんで来てくれてる時も、うん、マサさんはあれですよ、オフがないんですよ僕の中で。あ、そう、オン状態。あー、うーん、そうかもね、うん、いつもマサさんで、お客さんでいらした時も、うん、あの着物着てくれてた時があって。あ、そうだね、うん、今も着物は好きでよく着てますよ。ヒゲ兄弟ってね、この合気音楽祭に私は出ますけど、はいはい、ヒゲ兄弟も割と着物で、あ、そうなんですか、やることが多いですね。ヒゲ兄弟はちなみにあれですね、マサさんと弟分の、はい、まあ兄弟ですからね。本人はどう思ってるか分かりませんけどね、まあ一応ヒゲ、あ、兄弟だからね。そうそうそう、兄弟だ。あの鉄かぶとの、うん、もう相棒、相棒、今相棒じゃないんだけど鉄かぶとのギタリストの杉岡幸太郎が、はい、まあ、ヒゲ兄弟での相棒としてやってもらってますけど、うんうん、これヒゲ兄弟の結成っていつからですか。これ結構古いよ、もう5年前ぐらいじゃないの。ああ、そうなんだ。あのね、なんかこう暇だったからマサさん暇とかあるんすかあの頃はちょっと暇だったのよ、うん、それで酒をどうやったらタダで飲めるかっていうことを考えて、ね、酒場に行って、うん、みんなが喜ぶような曲を演奏したら流し的な感じで、そうそう、ただ酒にありつけるだろうっていうことで、それで幸太郎に声かけて、これいい考えじゃないかって言ったら、うん、いいっすねなんて言ってそしたら、まあ、ミイラ取りがミイラになったっていうかその楽しさに目覚めちゃって、その音楽 の、 そのアコースティック音楽、はいはい、うん、まあ、それで結局、まあ、酒なんかも度外視しちゃって割と今はもう演奏前まで、前は絶対飲まないぐらいの勢いでストイックにやってるという、本末転倒な感じになっちゃったんですけど。
こういう雪太郎くんと、うん、まあ、最初カバーでやってたじゃないですかね、もちろん今の話の流れだと、ね、で、うん、オリジナルもあります、ヒゲ兄弟だけでしかやらない、うん、最近はねオリジナルが増えてきた、そうなんだ、もう完全に本気ですね、そうそう、本気っていうか年に何回もやんないよライブは、うん、うん、なんかこういう機会でもないとねなかなかやらないですよ、ね、カバー曲とかマサさんがこれどんなみたいなのがやっぱ多いんですか、まあ、基本的に私が全部決めます、うんうん、私が弾ける曲、私が歌える曲しかやらないんで、洋楽邦楽問わず でしたよね、そうですね、邦楽もありましたっけ、うん、ありますよ、うん、ちょっと島唄みたいなやつとか、あ、そうなんだ、うん、まあこれはまあちょっと当日やるかもしれないのでってとこですよね、そうですね、でそれが4月17日日曜日の、はい、まあ来週の日曜日ありまして、うん、これ那覇市の首里ですよね、うん、アルテ首里、那覇市のアルテ首里赤田ギャラリーホールっていう素敵なホールがありましてですね、首里の環状2号線沿いのあたりにあるんですけども、うん、はい、まあ、場所は皆さんググってください、ググってください、はい、ロケットみたいな建物なので、ね、そうそうそう、見た目でもすぐ分かりますね、そうそうそう、そこの後ろです、うん、で今回あのユキノーツさんも、うん、ユキコちゃん、そうそう、あのね、うん、このユキコがね、うん、あれなんですよ、合気道の仲間なんですよ、へー、うん、ユキコちゃんいつからやってるんですか、1年ぐらい なるんじゃないですかね、あ、そうなんだ、もともとなんか芯の強さというかなんかほわっとしてるけど、うん、なんか芯は強そうな感じがあったんですけど、このなんか体を動かすってイメージはそんなになかったので、うん、いやいや、もうあれですよ、せっせと前回り受け身とか、あ、そうなんだ、後ろ受け身とかなんかやってますよ、うん、頑張ってますね、面白いもんですね、合気道でつながって、そうそうそう、でゆきこちゃんって CD 出しましたっけ、うん、出したね、マサさんもちょっと関わってたんでしたっけ、うん、ちょっとだけ、うんうん、あのレコーディングのこのなんていうのダメ出し係っていうのディレクションみたいなところですかっこよく言えばね、こんな、うん、まあ、どんなみたいなアイデアを出したり、そうそう、無責任なことを言って無責任無責任なことを言って結果責任を取るみたいな結果責任を取らないんだよね、うん、まあ、楽しかったですけど、うん、そうそうそう、そこからねちょっと話してあれじゃないと、あの合気道の道場に私が通っていて、はい、うん、でその道場のこう10周年記念の演舞会がこう大々的に行われるのでね、はい、今年の11月に、うん、その資金造成 の、うん、このお祭り、お祭り、まあ音楽祭と銘打ってはいますけど、まあいろいろブースがあってですね、はいはい、あのスイーツが食べれたりご飯が食べれたりいろいろ楽しい体験ができたりとかですね、うんうん、それはあるわけですね、写真を作ったいろいろ、あ、写真を使ったいるハンドメイドランプ、うん、です、そうなんです、うん、そこにこの雪の乙の雪子大先生も通ってらっしゃると、うん、まあ、そこへ、私の仲のいい友達である大地さんをお招きしてですね、はい、みんなで大地くんを投げまくろうかなと合気道だけに、うん、そういうあの裏テーマがあるイベントなんですけどだゴロゴロ転がる私が見れるわけですね、そうですね、曲もやるけれどもこれで今あのリスナーさんに大体のこの趣旨が伝わりましたね、話の流れと趣旨が伝わったと思うんですけどお祭りですね、でも本当にそうですね、音楽もやりつつ、はい、これ体験もできます、何の合気道の、合気道もなんですけどこのガラス工房とか、うん、くるくるレインボーと風車のラストは、そうそう、これはできます、できます、うん、これ実際に一緒に作るみたいな感じなんですか、うん、そうですね、じゃあもうこれは家族連れでも楽しめるみたいな、もうお子さんなんか喜ぶんじゃないですかね、これお昼からですよね、12時半、うん、開始が12時半か、会場が11時、うん、会場は11時だから、うん、こういろいろ遊んでちょっとご飯なんか食べて、うん、こうほっこりしたところに12時半から演奏が始まる、あ、そうかそうか、うん、ライブのスタートが12時半なんですね、そうそう、はい、だから早めに来てね、こういろいろ楽しんでもらえるとよりありがたいですね、うん、はい、なんかあれですね、合気、うんうん、音楽祭の話は最後のコーナーでしようと思ってたので、うん、そうなんですね、いっぱい喋ってしまいましたさっきそんな感じの段取りだったの、ね、そうそう、ごめんなさいね、ついつい、いやいやいや、もう自分が振ってるんですよ、まずすいません、うん、まあまあいいんじゃないでしょうか、うん、では、はい、一曲マサさんのやってるバンドの曲をちょっと流して今の話の流れでこれいく、はい、しょうがないよね、でもね、いきましょうか、いつか歌の曲を、
じゃあ、はい、そこの前提からもう一回話しないといけませんよね、はい、あ何がですか。私は普段はこう、うん、もう一回あバンドを、はい、じゃあ曲が流れた後にあそうだね、まあ、とりあえずじゃあ挨拶代わりに一発かましとくか、うん、はい、まずもうあれですよ、話し合いの前に一発ビンタって感じで、そっからですね。じゃ あ, お届けしましょう。鉄カブトでメタリックハイウェイ。すみません、曲が間違えました、はい、ごめんなさいごめんなさい。いやーびっくりしたな。そうだ、Q シートを書き換えたのを伝えてなかったですよ、与田峰君に。ごめんね。 8曲目で、曲目で、はい、今のはね、ついでなんで宣伝しといてあげるけど、はい、ザ・カンムリっていうね、私 の, 仲のいい大阪の友人のバンドなんですけどね、うんうん、そうそう、ごめんなさい、これ僕が与田峰君に出した Q シートのやつは、あ、彼与田峰君って言うんですか。あ、そうです。ミキサーの与田峰君です。はい。2013年に出した、うん、鉄カブトの CDR、うん、デモ CD のやつに入ってる、はい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 、このメタリックハ イ, ハイウェイの、うん、いやでもあれはもうダメ、忘れて。あ、そうなんですか。新しいバージョンがすごい そうそう、ご機嫌な出来になってるんで。なのでトラック2でお願いしますって渡したんですけど、今日マサさんがこの、うん、今年出た、うん、コンピ CD、そうそう、2月にね、ウィーロックっていうロック雑誌の付録 CD にちょっと入れてもらって、うん、まあ、これが今ですあれですよ、全国の妖怪ウォッチファンの少年少女に大受けっていう噂が全くない、はい、ないんですね。さあ行きましょう。はい、はい、鉄カブトでメタリックハイウェイ。
送りしている曲は鉄カブトでメタリックハイウェイ。はい、マサさん、うん、はい、いいでしょ。いいですね、うんうん、2013年のこの CD も持ってる人はこれ聞いて、うん、お、変わったな、うん、こうまた新たな段階へ進んだと思うんですけどね、うん、で、鉄カブトとして今レコーディングも真っ最中で、うんうん、してますね。今ミックス中だと、さっきミックスダウンの作業が始まりまして、うん、はいはい、もう録音は全部終わったってことですもん、ね、もう鳥はもう手応えあり、うんうん、でマサさんは、うん、ボーカルギターでやってて、もともとはね、うんうん、でそれ病気で、うん、あのギターが弾けなくなって、メタルのリフとかがっていうことですよね。アコギとか弾けるんですよ、アコースティックギターは、うんうん、メタルのね、あのごついのがねちょっと思うように弾けないんで、身を引きまして、うん、まあ、今はボーカルのみを鉄カブトでやってますけど、で、ツインギターで、うん、そうそうそう、うん、まあ、さっき言ったあのゆき太郎と、はい、新しいギタリストのコーズマンってやつがいるんですけど、この2人組の、ギタリストをですね、うん、日々、まあ、しばき倒してると、うん、マサさんがその、うん、メタルのギターが弾けなくなって、うん、で、僕はライブを見たんですよ、ヒューマンステージで。あ、はいはいはい。で、その時結構元気のない時期だったんですね、私一人土で。あ、そうなの。で、そんなこともあるの、うん、ありますありますよ。で、マサさんがこうギターを持たないで歌ってる姿が想像できないじゃない、うん、やっぱりギタリストマサ一撃っていうのがやっぱりあって、うん、はい、うん、まあね、ボーカリストでももちろん素晴らしいですけど、ギター持ってるマサさん、うん、じゃないマサさんがステージに立って、うん、圧倒的な鉄カブトサウンドをボーンってステージから出してたのを見た時に、もうすごく感動して俺。ああ、そうですか。だってマサさんにとっては、うん、やっぱギターってね、うん、ずっと付き合ってきた相棒じゃないですか。まあね、だけどそこにこだわってってもダメなんですよ。なんかこの、うん、すごい、うん、だって音楽がやりたい一心ですから、うん、ギターができないからバンド辞めるっていうのはこれ本末転倒の話で、うん、だからちょっと表現方法が変わっただけで、私としては、まあ、一抹の寂しさはもちろんありますけど、うん、何も本質的には変わってないですね、うん、ただからマサさんがギター弾いてなくても鉄カブトの音として成り立ってたのが俺もすごいなと思ったんですよ。あ、それ今聞いて思ったんだけど、うん、バンドって不思議だよね、うん、なんかオリジナルメンバーがもう一人も残ってないバンドとかいるじゃない、歴史が長いぞ、だけどずっとそのバンドの音でしょ、うん、なんかああいうのってあるんだなと思いましたね。いや、でもそれはやっぱりやってる人たちのパワーですよね、音楽パワーが強いというか、なんかね、まあ、うちの鉄カブトのメンバーはあれですよ、はい、この鉄カブトでこう自分が何をするべきかっていうのは非常によく分かってるんで、うん、このバンドに求められてるものとか、このバンドでやるべきことっていうのはみんなよく分かってて、うん、それがこのバンドのこのあれですよ、伝統といったらなんかあれだけど、まあそういうものをね守ってるんじゃないですか。でもこのメタルってやっぱり、うん、あの演奏技術というか、うんうん、そういう精神性みたいな、うんうん、なんか、うん、たくましくないといけないじゃないですかね。そうですよね。そのメンバーのモチベーションを高めたりとかするのってやっぱりマサさんの、うん、手腕というか、手腕まあ、ね、あれじゃないかな、うん、自分が5秒ぐらい黙ってたらみんなちょっと不安になるんじゃないかそんなことはないか。いや、あれですよ、まあ、ノミニケーションっていうんですかね、うん、まあ、やっぱり多く話し合いながら、うん、そうですね、でその人のやっぱり特性をちゃんと踏まえてっていうのがありますかね、マサさんって。もう出し惜しみするなという感じですね、うん、もう出し切ってくださいと、この人のいいとこをより伸ばしていこうみたいな、うん、伸ばしていきますね、うん、そりゃ、うんうん、どうしよう。であとあれですね、マサさん、うん、地獄車でも、うんうん、今はもうユキ太郎くんがギタリストとして、うんうん、そうだね、やってるんですけど、まだでも地獄車に曲提供したりとか、あ、そうですね、メンバーなんですよね、うん、作曲とかはね別に問題ないんで、うん、自分はねもともと作曲をしたくてギターを始めたんで。あ、そうなんですね。その前はベーシストだったんですよ、うんうん、そうなんですね、うん、だけどなんかギターの方が弦が多いから作曲の時なんかしやすいかなとか思って、うん、なるほど。でなんか幅は広がりますだからなんかこう、はい、ギター、どうしようか、ギターやめなきゃいけないのかなと思った時に、うん、あ、そっか、俺最初ギタリストじゃなかったなと思って、うん、なんだそもそも俺はベーシストだ、ギタリストじゃねえよと思ってたまたま長く弾いてたけど、うん、だからそれで
まあ、割り切れたってもあって、だから別にその作曲者としては地獄車に未だに関わってますけどね。だとマサさん鉄カブと聞いてて思うんですけど、ボーカリストとしてすごいいろんな声の表情を出すじゃないですか、うん、ああそうだね、いろんなデス声とかね、これ知らない人が聞いたら 2,3 人で歌ってるんじゃないか、よく言われるけどね、思いますよね、全部自分で歌ってるよ、うん、これなんかだからマサさんすごいんですよ、もう俺の中ではもうかなりこの沖縄のそんなもうバンド界の中ではもうそんな良いとしても何も出てきませんよあなた。なんかね、もう常に 5,6 歩前を歩いてるんですよね。どうかな、わからないですね。マサさんのこのブログが僕また好きなんですよね。結構過激なことを書いてたりもするので、もう言いたい放題のね、あのあれでもあれもね、うん、ちょっとしたあれですよ、踏み絵ですよ、うんうん、もうこれでも嫌だなと思ったらもうライブとかも来なくていいし、あもう本当ね、気の合う人とだけ付き合いたいんですよ、うん、これがもうバンドを長く続けてこれた秘訣かな、うん、もう誰にでも好かれようとか思わない、うん、もうとにかく自分と価値観が同じような人たちをもう本当に大切にして、うん、その人たちが喜んでくれるのを想像しながら曲を書いたりスタジオでリハーサルしたりライブのセットリスト組んで、これは今日みんな喜ぶだろうなみたいな感じでやってますね、うんうん、だからそのなんかブログでこう言いたい放題書いてもまあしょうがないんじゃないですか、それで嫌だなって思う人いる。でも、うん、だからこの表現者としてステージにマサ一撃って人が立ってて、うん、その人となりはブログでわかるっていう、うん、この分かると思いますよ、音楽、うん、こういう気持ちで作ってるとか、こういう目線で世の中見てるっていうのを、うんうん、だから正しいブログのあり方だって、うん、僕は思ってるんですよ、うん、褒められることはあんまないんですけどね。いやありますよ。あそうですか、はい、ありがとうございます。なのでね、うん、ちょっとぜひ、うん、マサ一撃さん の鉄カブトの中にね、うん、マサさんブログありますね、うんうん、まあ閲覧注意。じゃあもう一曲マサさんがその、はいはいはい、関わっている、うんうん、あ新となるバンドの曲も、ね、はい、あれね、聞きましょう。今度は大丈夫かな。はい、お願いします。ごめんなさい、名前何でしたっけ。よなみねさん。いや、さっきのは僕が全面的に悪いんですけど、すいません。第一、お前。あとは怖いぞ。本当にもう。じゃあ、よなみねさん、ノリノリでいきましょうか。地獄車で寿司ゴーラウンド。
そういうことで、あ、いや、ね、お届けした曲は地獄車で寿司ゴーラウンド。はい、うん、はい、ナイス、ご機嫌でしょ。ご機嫌ですね。これはあれですよ、回転寿司について歌った歌ですよ。そうで、僕この曲で好きなフレーズが、うん、フリーグリーンティーが好きなんですよ。お茶が無料なんですよね。そう、ここの素晴らしいですね。もうジャパニーズカルチャー、寿司キラーフレーズですよね、うん、無料のお茶をこんなにかっこよく、うん、フリーグリーンティー、うん、しかもあのボーカル人下城って言うんですけど、はい、このハイトーンはあのジューダス・プリーストっていうメタル、はい、メタルの神様って言われてるバンドのボーカリスト、うん、ロブ・アール・ホードに対してリスペクトを込めてるっていう、あ、そういうバックボーンも、うん、おー、まあ、こういう細かい説明を始めるとちょっとキリがないのでこのぐらいにしておきましょうか。それだけやっぱ情念が詰まってますからね、ううこ、短い3分間の間。そうです、もうてんこ盛りで、はい、うん、ありがとうございます、はい、地獄車です、寿司ゴーラウンドでしたね、はい、はいはいはい、マサさん、ではあの、うん、また、うん、IQ 音楽祭の話でちょっと、はいはい、移っていきたいと思うんですけれども、そうですね、はい、うん、すいません、話ちょっとバタバタしたんですけど、いやいや、大丈夫です、大丈夫です。マサさんがなんかこの合気道を始めて、はいはい、もう5年ぐらい経たれるんですよね、今年の5月で5年目だと思いますよ、うん、でそもそもマサさんはだからこの空手、地獄車の影響もあって空手家だったんです。地獄車がね、空手ロックだからね、うんうんうん、そうそうそう、そこに空手家がいますよっていうのがなんかインパクトあった、うん、あったんですけどね。今や合気道修行者という感じで、うん、されて今すごく合気道になんかのめり込んでいるっていう、いや素晴らしいですよ、うんうん、これは、うん、人と人との、まあまあ、一つのコミュニケーションじゃないですか、うんうんうん、そこになんか惹かれて、もう道場に行くとですね、こういろいろなんていうんですか、もう属性の、うん、いろんなしがらみとかをこう、うんうん、捨てて、うん、脱ぎ捨てて、すっきりして帰っていくというね、だなんか空手よりも、うん、なんていうんですか、その攻撃性とか、うん、なん戦うという感じではない、あ、一応イメージがあるじゃないですか、表向きの表現としてはね、うん、やっぱそうなりますけど、うん、でも実際古武術ですから、うん、元は、うん、非常に危険な技術がいっぱいあるんですけど、うん、それをこのあえて安全に稽古することによって、うん、その緊張感を持ちながらも、あの稽古相手を思いやって、こう高度なコミュニケーション、また高度かつ非常に深いコミュニケーションにしていくっていう側面が非常にあるんじゃないかと最近ようやく思えるようになってきました、うんうん、でなんか道場ですからやっぱり子どもたちとか、うんうんうん、でお母さん方というか、そうですね、女性の方も多い、はい、さっきねゆきこちゃんもやってるって言ってたんですけど、うんうんうん、それは同じフロア内というか、僕も最近見学させてもらったんですけど、そうそう、みんな一緒に稽古するんですよ、うん、稽古するんですよ、うん、宜野湾市内にあるんですよね、これ、うん、あの FM 宜野湾なので、もうすぐ近くなんで、ね、もう今から行きましょうか、うん、空いてるんですか、うん、空いてないと思うけど、どう、あ、大地くん、はい、行ったよ、入門したらいいのにあらねえ、でもこの本当にでも体は鍛えていかないとなと思うんですよね、うん、鍛えられますよすごく、うんうん、受け身とかで心も絶対伴ってくるじゃないですか、それって、うんうん、そうですね、うんうん、そうじゃないと危ないですよ、うんうん、なんかこの危ない危険な技術を持った人が危険な人間だったら、うん、世の中大変なことになります、大変なことになりますね、うん、強く優しくですね、うん、ちょっと、うん、ちなみにこの場所の説明としては、うん、パイプライン沿い、パイプライン沿いでもあるし、まあ、でもいや58号線とパイプラインに挟まれているんです、うん、ああ、そうでしたっけ、どっちからでも入れるんですか、ああ、そっかそっか、どうぞ、うん、もうどっからでもかかってこいっていう感じ表からも前からなそうそう好きなしっていう、うんうんうん、これぞまさしく部の極意ですな、うん、はい、道場の名前が養心館、養心館合気道龍沖縄、要は養うという字ですね、うん、で神は神様の神、うん、で館はあの体育館の館、うん、で合気道という感じに龍が立つ、ね、立つですね、ドラゴン、うん、あの金の泡盛、うん、立つ、あの金酒造の立つ、あの立つ、そう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 、はい、お酒に例えないでください急にもう大丈夫なこんなことでもう時間なくなるじゃんそうですね、うん、だからもうその道場の、はい、あ、そうそうそう、愛機音楽祭ね。ね、愛機音楽祭、はい、イベントが、うん、もう楽しいんで、はい、あの、うん、来てくださいね皆さん。これチケットの予約とかは、まあもちろん一人土なりのホームページとかでも、うんうん、はい、あのメールアドレス受け付けておりますけれども、うんうん、
まあそうだね、予約とかあった方がね、駐車場の準備とかも楽なんですけど、うん、あそうですね、まあ当日ブラッと来てもらっても全然 OK なんで、うんうん、はい、そこはもう気楽にどうぞ。1000円ですから。あ、そうですね、うん、入場料1000円、コンサート代込み、ね、中学生以下無料。あ、そうなんだ。あ、本当ですね、太っ腹ですね。僕これ見逃してましたね、うんうん、まあ、俺無料ですよ。なんでですか。まだ中学生。そうそうそう、もうまだ中学生。中学40年、もう永遠の中学30年で永遠の中二病だから、うん、ね、随分できた中二ですよ、マッサンが中二だった。そんなことないですよ、変わんないもん全然もう、うん、あ、はい、なんでざまたまらなんか続けて喋るかなと思ったごめんね、から俺と話しづらいんだね多分ね。違いますよ、ごめんね、今度もう少しちょっと勉強してくるから、うん、違いますよ、すいませんね。なんかこういうね、困った先輩だよね、こういう人に絶対違いますね、なんか俺もそういう興味、そういう先輩が絡みづらい人が全然絡みづらくないですよ。いや本当今日はありがとうございます。あ、終わり。終わらないですよ。あ、まあ、本当、あ、はいはい、じゃあちょっとイベントの紹介をもう一回やりますね、はい、4月17日もう来週です、日曜日、会場は那覇市にありますアルテ首里赤田ギャラリーホールですね、はい、会場が11時で、ライブ自体のスタートが12時半となっております。入場料は1000円です。で、中学生以下は入場無料となっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ヒゲ兄弟と雪ノーツ、うん、そして一人土なりで、この、うん、すいません、さっき紹介しなかったんですけど、うん、篠さんという、うん、ピアニストの方で、はい、ピアニストの方も出るという、うん、てんこ盛りの内容となってますのでね、はい、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、よろしく、はい、お願いします。で、マサさん、うん、ま、今年も、はい、あれですね、あの鉄兜のリリースも控えてる。ああ、そうそう、もうそろそろですよ、うん、そろそろね、公式発表できますね、今月中には、うん、もうレコーディングが終わって今ミックス中ということで、うん、もう、まあ、こっからが正念場ってとこもあるんですよ、うん、締め切りは。あ、でもそうっすね、締め切りってやつがあるんですよ。あ、もう大変だよ、もう。で、あのエルソロですよね、良人、うん、さんとか スタジオエルソロです。僕、良人さんの音作りも好きなので、すごく楽しみにしてます、うん、そうですね、はい、まあ、今回はね、うん、あのね、もういい音作るっていうのもないんで、うん、もうとにかく殺傷力の高い音もうそれにつきます、うん、殺傷力、うん、何ですか殺傷力。いや、殺傷力ですよ。何か変なこと言いましたか私。メタルといえば殺傷力ですよ。うん、ということで、はい、さっきラブ&ピースの反対何て言ったんでしたっけ。デス&ヘル。今年のテーマにしますよ、僕は。あ、ちなみに鉄かぶと、去年のテーマは、皆、はい、殺しでした。375、6、4で、皆殺し。じゃあ、今年はデス&ヘルで。これで夏は乗り切れるかと思いますよ、僕は。はい、そういうことで、はい。じゃあ、またアルバム出たら、ぜひ遊びに来てください。あ、もう、うん、宣伝しに来ますよ。はい、はい、よろしく。ありがとうございます。はい、では、あの、最後の流す曲は、あの、この悲劇兄弟でもカバーを、うん、はい、カバーしてますけどね。そもそも悲劇兄弟が、ね、デス&ヘルの爪を滅ぼしでやってるようですからね。だからこの落差が激しくて、鉄かぶとのファンは悲劇兄弟のライブに絶対来ませんから、ね、そんなマサさん見たくないっつって、まあ、ある意味住み分けができてるという。そうですね、だからもう最後はあれですよ、もうさっきまであんなもう攻め攻めだったのに優しいですよ最後だ。これこそラブ&ピースですか、ね、本当デス&ヘルの裏がラブ&ピースなんですよね。あ、時間がない、はい。じゃあご紹介します、はい、グローバー・ワシントン・ジュニアで Just the Two of Us。 今夜のゲストはマサ一撃さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
お届けしている曲はグローバー・ワシントン・ジュニアで Just the Two of Us。はい、一人土なりのロックオンミュージックですけれども、はいはいはい、マサさんはもうね、僕はね、ちょっとマサさんは本当に、はい、なんかいつもその前をずっと歩いてくれてる先輩で、うん、もうちょっと僕とは違う次元のところにいるので、うん、いつもマサさんの言ってることとか、はい、見せてる姿を見て、うん、ちょっと僕は襟を正して、背筋を伸ばして、ちょっとね、ありがたかったですけどね、ちょっとバタバタしてしまいましたね、今日はもうちょっとリスナーの皆さんすいませんでしたね、ツイキャスの方にもコメントありがとうございます、はい、ジョン・マッツェバーラさんがね、拍手してくれたり、はい、マサさんの殺傷力という言葉にね、笑ってくれたりしてますけど、あとアゴベルト中里さん、はい、ジョジョの髪型を見てちょっとびっくりしておりますけどねこれはですね、忠実でも感電してもいなくて、うん、天然ですよ。天然ですね、はい、これがナチュラルジョジョですから、ね、そうなんです、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。コメントありがとうございます。で、あの FM 機能はなんですけれども、はいはい、あのサイマル放送が4月19日から正式に始まるらしくてですね、うん、で現在もあのパソコンでは視聴できるそうなので、うん、FM 機能のホームページにリンク先こうありますのでね、はい、そっちクリックするとラジオ放送でも楽しめるということで、なので今まであのインターネット上でちょっと聴けないジャスラックに管理されている楽曲とかもそこではちょっと聴けますのでね、うん、ぜひぜひ、はい、YouTube、Ustream で見たり、うん、ツイキャスで見たりとかしつつまたこうやって選べるということでね、はい、ぜひぜひありがたいですね、楽しんでください。はい、で、あれですよ、愛嬌音楽祭、ぜひぜひ、もう来週日曜日になってますんでね、よろしくお願いします、ね、で、ひとりつちなりはそのまた次の週ですね、はい、ブラインド三浦ストレンジャーさんが名乗りして、はい、那覇市のバークラゲの方でライブもありますのでね、カタカナで一人土なりと書いてくださいね、はい、そしたらインターネットの方でいろいろ出てきますのでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジョジョさんは何かお知らせとかありますかね。僕のお知らせはないんですけれども、うん、ちょっと楽しみなライブが今週末ありまして、お、あの僕が日本の、うん、まあ、クラブジャズって言っていいと思いますけど、クラブジャズのバンドとして一番好きな、ほら、インディゴジャムユニットが、うん、なんと沖縄に来て活動休止前のライブなんだよ ね今回ということで、金曜日はアウトプットで土曜日はユニゾーンでやるということなので、うん、ちょっと僕も見に行こうかなと思ってますよ。ね、宜野湾市のユニゾーンまでまた来てくれるってことは嬉しいですね、はいした、はい、はい、で、あの今夜のエンディングテーマなん、うん、エンディングナンバーなんですけれども、はいはい、あのそのオートランド2で、うん、私あのコンピレーションアルバムの緑版の方を、ね、はいはい、手に入れたんですけれども、その中に収録されてた堀内かな子さんという方の、うん、あ、かな子さん、花思いっていう楽曲が、はい、ちょっと素晴らしくてですね、うんうん、でインターネットでちょっと調べたんですけれども、はい、セネガルで録音したそうで、さすがですね堀内かな子さんこれちょっとこれ
かなり衝撃的な素晴らしいなこの曲はという曲をちょっと今日今夜最後にちょっと皆さんで聞きましょう。はい、はい、お聞きください。堀内加奈子さんで花思い。海のやりなちんこおりばさちょろ花のたゆい花のたゆい やいぽやいやいらんまばりやおやいやいぶどな送りしている曲は堀内加奈子さんで花思い。素晴らしい、うんうん、いいですね。堀内さんでも本当にいろんな、なんていうんですかね、ジャンル問わず挑戦する方なので、やっぱ面白いことやりますね。なんかこの花思いってアルバムがこのセネガルで撮ってきた作品らしいので、はい、うん、ちょっと購入しようかなと思っておりますので、はいはい、はい、この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。ちょっと堀内さんがゲストに来てもらえるように頑張りたいと思います。です。